株式会社82銀行は、長野県長野市に本店を置く地方銀行。地銀会では、比較的財務体質が良好であるため、有力地銀に挙げられることが多い。長野県及び長野市等35市町村が指定金融機関としている。県内のほか、群馬県、埼玉県、東京都、新潟県、愛知県、岐阜県、大阪府に営業拠点を持つ。 また海外では、香港に支店を置くほか、上海、大連、バンコク、シンガポールに駐在員事務所を置く。信用格付けは、S&P から A、R&I から A、JCR から A a をそれぞれ付与されている。全信業の遠隔82銀行の遠隔国内151店舗、海外1店舗を有する。年月日。 八十二銀行は、北海道銀行、七十七銀行、千葉銀行、静岡銀行、京都銀行、広島銀行、伊予銀行、福岡銀行との間で、連携及び協力することを発表した。この連携は、各行が有する情報、ネットワークを活用し、新たな価値を競争することで、地域経済の再生及び活性化を目的としており、具体的な連携策として、 各校による協調融資や取引先企業の M&A での協力などが想定されている。一部報道ではこの連携が地銀再編のきっかけになる可能性が指摘されている。82銀における情報処理システムは CIF を基礎に預金、貸出資金、為替、日経などを統合した総合オンラインシステムを自公で開発し百七十一年四月。 長野、大町支店において稼働が開始され、1975年3月、全店でのオンライン化が完了した。さらに1979年4月には、外国為替システムを開発したほか、1983年4月には、公共債の窓口販売及び、金地金の販売業務をオンライン化している。その後、銀行のオンラインシステムが、社会インフラストラクチャーとして、 安定運行を求められたことや ATM 等の稼働延長も強く求められた状況に鑑み、1984年5月、校内に次期オンライン推進委員会が設置された。1986年3月には次期システムの共同開発で琉球銀行との間で調印に至り、1989年1月の稼働を目指し構築に入るが、 稼働直前の最終確認テスト時に予期せぬ不安定要因が見つかったため稼働を約4ヶ月遅らせるなどの曲折を経て1989年5月8日環状系、情報系、対外接続系の3システムからなる新総合オンラインシステムが稼働を開始した琉球銀と開発に当たった新システムは効率的なシステムの開発や運用を求める 市民会の動きを背景に、1993年10月に、新和銀行、翌年5月に、山形銀行、2000年5月には、関東銀行、2001年1月に、宮崎銀行と次々に採用された。これらシステム導入業の頭取会の席上、システムの共同開発や運用による、経費、投資の削減は前向きに取り組まなければならない。 経営課題であるとの認識が共有され、6業システム研究会が発足した。この6業界では、システム共同化で基本合意に至ったほか、機関システムにのみならず、広範囲なシステムについても共同で開発にあたる方針が打ち出された。なおこの会は、2000年7月の関東銀の加盟を機に、当時の地のみ82銀頭取りの発案で、10段階と命名された。 10段階による共同版システムは82銀の機関システムをベースとし同行が開発にあたりシステムの運用管理及びアプリケーションの保守作業は日本 IBM が担い環状系、情報系の管営業店端末 ATM システム、本部業務、システム、インターネットバンキングなどが対象とされた2002年3月には82銀で稼働が開始され その後、加盟各校において、順次稼働が開始された。2015年5月、営業活動の支援を目的に、iPad を使った、モバイルシステムの稼働を開始している。ATM では、東方銀行、長野県下信用金庫6金庫のキャッシュカードによる、出金については、自己扱いとなる。東方銀行との相互間は、法人カードも対象。コンビニ ATM は、 ローソン ATM、セブン銀行と提携しているほか、イオングループのショッピングセンター等設置のイオン銀行とも提携している。残高紹介は、曜日や時間帯に関係なく、無料だが、セブン銀行での入出金及び、イオン銀行での出金では利用手数料が必ず課金される。ローソン ATM については、2011年6月1日付で利用される地域によって、 手数料が改定され、県内及び県外に分かれて異なる手数料が適用される。ありがとうございます。